夢ラジオ第5624回、今日は令和5年10月20日金曜日です。時刻は午後4時半、横浜港北、太陽が雲の向こうに陰って、もう街が暗くなってくる、そんな時刻です。4時半なんですけどね、まだ秋の日の鶴瓶落としですよ。今日は爽やかな秋の日で緑道を走りに来ました。リスナーの皆さん、どんな金曜日だったでしょうか。さて、夜の帳降りる前の時刻、今回は参政党と日本保守党、こんなタイトルでお話ししましょう。参政党と日本保守党。日本の保守にもやっと2つのまともな勢力ができつつあります。参政党と日本保守党。参政党は昨年の参議院議員選挙で神谷宗平さんが当選、今参議院頑張ってらっしゃいます。日本保守党は今回立ち上げたばかりなんですが、河村さんという強い味方を得て、次の国政選挙では河村さんが衆議院議員に立候補すれば当選確実でしょう。やっぱり河村さんがあんな安い給料で市長をずっと務めたっていう、その実績は大きいよね。絶大な信頼ですよ。本来なら5000万ぐらいもらえるところをずっと800万ぐらいで、10年間ほど過ごしましたみたいな、一般じゃありえないじゃないですか。そんなの、5000万円の仕事できる人が800万円で。ただ河村さんはパブリックサーバント、またはシビルサーバントとはこういうものですよと、うん、それをまあ名古屋の人は見てますから、その信頼は絶大。まあこの人は悪いことせんだろうと、お金に汚くもないだろう。お金に汚かったらそもそもこんなことできない。議員が出そうですね、日本保守党からも。でこの参政党と日本保守党なんですが、どちらも保守という名前がついていて、だからこそ似ているところもあります。まあ、参政党もで日本保守党も多分ジャパンファーストですよねといえばそうだよと、それが日本の保守なんだからと、その点では心強いんですけど、やっぱり違いもあるので、この違いっていうところを今回はお話しいたします。やはり参政党は大調和と言っていることから分かるように、政府を小さくしようこうは言わない。政府を小さくしよう、つまり民の力を広げて官の力を弱くしようこうは言わない。だから一定の規模の、やはりひょっとしたらある程度大きな政府を参政党は考えているものと思われます。そして保守というのは夢ラジオで何度も強調しておりますが、経済的には小さな政府を目指すことが保守です。これは世界標準の定義でそうなっております。だからその意味では参政党のその大調和とかっていう言い方は日本の保守としてあっていいんですよ。日本人って調和が好きだから。けれど世界的標準での保守には当たらない。でそれに対し日本保守党っていうのは、その高橋洋一が関わってるからかもしれませんが、やはり明確に経済的にも小さな政府を志向していますね。だからこれが保守の、まあ、ありうべき姿なんですよ。経済的には、あるいは政治的にも。保守と名の付いていて、なんか大きな政府を志向したり、公務員を擁護したり、あるいは競争をやめろと言ったり、給付金よこせとか、助成金出せとか、もっと財政出動やれとか、これ保守じゃないんですよ、これは。世界的に見ても。で、何度も言いますが、日本独自の保守もあっていいんですが、
じゃあその日本独自の保守やるんだったら、それは世界でいう保守党とはかなり違うことやってます、だけど保守と名乗ってるんですという自覚が大事だよね。じゃないと他の国の人と喋るときに全く噛み合わないことになります。で、参政党はその、国際標準からの矛盾を抱えており、で日本保守党は抱えていない。だから日本保守党はその点すっきりしてんですよ。保守って何ですか？小さい政府ですよ、はい、で日本保守党の綱領にも政府の適正規模を目指す、適正規模っていうのはでっかくしないっていうことですから、さすが高橋さんね、高橋先生さすがと。あともう一点、参政党はとかくディープステート、つまり影のものがどこかでいて、その者たちが世界を動かしてるんだ、ワクチンもそうだ、ね、教育もそうだ、メディア全部そうだ、日本の政治のものも全部そうだという、分かりやすく言えば陰謀論ですよね。ディープステートなんて言葉を使ってること自体陰謀論で、歴史認識もそうなんですよ。参政党の歴史認識は、日本人は素晴らしい民族なのに、海外からの工作を受けて、やりたくもない戦争に引きずり込まれて、そして果敢に戦って敗れたみたいな、こういう歴史認識なんですよ。陰謀論と言っていいでしょう。一方の日本保守党、これは百田直樹がその日本国旗で様々に表しているように、日本は素晴らしい国だったというそのモチーフは保ちながらも、特に近現代史において日本の帝国陸海軍および政治家がどれほど惨めだったか、どれほど愚かだったか、そこへの目配りというのもしている、そういう日本保守党です。だから政治的に陰謀論っていうのはやるべきではない、政治に陰謀なんか持ち込むべきで、陰謀論なんか持ち込むべきではないというのが、これも世界標準ではある。だからディープステートなんて言ってて、トランプは許されてますけど、もうトランプさんの個性でね、けれど他の人がディープステートって言うと、なんか頭おかしいと思われると思いますよ、英語で喋ってて。トランプさんはなんかトランプが言うんだからしゃあないかみたいになってますけどね。だから特別なんですよ、トランプが言うディープステートは。同じ共和党でもディープステートなんか言ってる人いませんから。共和党の中でもトランプだけなんですよ、実は。一方日本保守党、ここは陰謀論、陰謀論のなんかないね、全然当たり前ですけど、そういう違いもあります。だからこんな言い方するとなんか参政党が不利みたいな、そういう言い方になってしまっていますが、ただ参政党に非常にやっぱり良い点というか強い点は、よかれあしかれ組織政党なので支部を作っており、そしてその支部の力によって選挙を戦う体制ができつつあるってことなんですよ。で、今日本保守党に支部なんかない、そもそも誰が出るかもわからない、百田有本川村あと新員みたいな感じでね、あと誰やと。高橋洋一でも東京選挙区から出てくれるんやったらおーっと話題になりますが、高橋さんは絶対に出ませんと、政治に出たら離婚されてしまいますとかって言ってたよね。もうこの年で妻に逃げられたら生きていけません、情けないことを高橋洋一が言っている。それはね、高橋さんのご家庭の話ですから、もう踏み込むことはやめておきましょう。嫁はんにあんた出ちゃダメよと。だから高橋さんのお嫁さんはもう、高橋さんがああいうチャンネルやることももう嫌ならしいんだよね、やめてそういうのっていう。確かに高橋さん別に大学教員としてそれなりの給料があるし、ああいう
ね、チャンネルにお出にならなくても十分やっていけるんだけど、ただまあ、あのチャンネル出演ぐらいまでは妻の許可も取れたということでしょうか。だからまあ高橋さん出ないと。だから今百田有本は自分とあの賛同できる、そしてビッグネームですよね、やっぱり。それを今模索していると思いますよ。ただし組織も何もない、だからビッグネーム連れてこざるを得ない。ここがやっぱり違いであり、ここは参政党に軍配が上がりますよね。神谷さんの努力の賜物です、賜物ですよ。もうあっちこっち支部作るぞと、もう頑張るぞと。だから選挙戦おうと思ってもポスターパッと貼れる、参政党は。で、日本保守党はできるわけないでしょ、この前できたばっかりなんだから。で、5万人の党員だとか、ツイッターのフォロワーが30万人だって言っても、そのうちの誰がポスター貼りやるんですか。日本保守党党員のポスター貼りやるんですか。そこはね、参政党すごいんですよ。党員がやるから、やりますって言って。今までの選挙も、スパーンと参政党はもう、規制政党並みにポスター貼りを終えていましたよね。あれはすごいんですよ。またたった1年とはいえ、参政党の方が先輩で、神谷さんの議員活動という点でもやっぱ実績を積んできています。神谷さんの議員活動には見るべきものがありました。いろんな国会内での質問、そしてあの質問主意書、日本保守党がどこまでできるか未知数ですよ。それはね、やっぱり私は実績重視なので、実績のない日本保守党に支持はしない。あのどういうことをできるかっていうのをじっと見ております。でもし今例えば選挙があったら参政党に入れますよ。実績があるもん、今まで見てきましたから。ただしこれから日本保守党が実績を出してくればそれは分かんないよね。それが切磋琢磨で、そしてそれが保守党が2つあることの有利な点なんですよ。1個じゃダメなんです。2つ3つで競争しないとダメなんです。競争はいるんです、こういう場面でもね。できたら自民党からドバッと参政党、そして日本保守党がその支持者を奪って、で普段なら選挙行かない人が百田なら面白そうだって言うんで、投票率も上がって浮動票も取り込み、そして参政党も4議席か5議席、日本保守党も4議席か5議席、こういう国会議員の陣容が整ってくれば日本の政治の風景はまた変わってくると思います。参政党としてもね、わあ変な保守のライバルが出てきて嫌だなとは思っていないと思います。ないと困るんですよ。ライバルは自分を高めてくれる、あのそういう存在なので、ライバルのいない場所はまずいんですよ。その意味においても日本保守党の立ち上げはあの歓迎すべきことですね。注目していきましょう。夢ラジオ、今回は参政党と日本保守党お話ししました。